夏人という曲を今から最後に皆様にお聞かせしてお別れしようかなと思います。この曲のために僕は真っ黒に日焼けしました。自転車に乗って新米港からリンク常滑という場所までですね、週に3回ぐらいサイクリングをしながらランニングもしました。こう肩を出してね、こうハーフパンツをはめて。日焼けのためだったんですか？そうなんです、日焼けのために。そしてあと、まあ、ダイエットのためもあるんですけど、日焼けのために作り上げましたこの真っ黒な体を、ぜひぜひこの写真とですね、多分いっぱいアップされると思います。写真がこの写真とともに曲を楽しんでいただけたらなと、 CD を聴いていただけたらなと思います。今日は本当にありがとうございました。ローグリーでした。また来てね。最後の曲です、夏人。朝から元気よく叫ぶ君の声、裏を映す太陽の曇りと広く込んで今は春が届かず眠ろう窓でない手を頼るよ、声に合わせて己で歌う優しい夏の夏の